怖くてできないです。わかんない。止めたことはないです。用意はできてます。斉藤飛鳥のルックバックマイビューティースタートです。いやこっちか。いやいや、こんぐらい引いとこう。生産中止になったことがあって。あ、はい、キャップ。キャップは、はい、必ず持ってますね。まあそうですね、ファッション的にもキャップが好きだし、まあお仕事の時もそうじゃない時も、前髪下ろしていったけど、ちょっと邪魔だわって時とかに、こうガッてかぶったり、ボサボサなったなって思ったらかぶったり、必ず結構かぶる瞬間が来るので、一応持ってますね、毎日。はい、これは、覚えてないぐらい昔に母にお下がりでもらったバッグです。どこのなのか、値段がいくらなのかも全くわからない。中学生とか高校生ぐらいにもらったので、もうずっとありますね。はい、私バッグの中身はあんまりNG なんですけど必ず入ってるのはリップ、モアリップです。もうめちゃくちゃずっと乃木坂のどの子に聞いても、もう私といえばモアリップって言ってくれると思います。あとフォームです。これ多分いただいたんだと思うんですけど、有名ですよね、このフォームは。これは全体あんまりちょっと溶かすことそんなないんですけど、まあでも持ってた方が安心なので、ちっちゃいバッグで行くことも多いので、ちっちゃめで持ち歩いてます。あとはメガネ、サングラスも持ち歩くんですけど、最近はちょっと色付き持ち歩いてます。あとは本、昔から一応読み続けてはいます。話題のものよりは本だったら、まあ多分好きなんだろうなっていう作家さんの棚に行って選ぶか、全然知らない人でもなんかあらすじ読んだり、最初のページ読んだりして、嫌じゃない文章の書き方だと思ったら買います。とりあえず毎日入れとくけど、まあ、時間があって読みたくなったら読むって感じなので、ほんと隙間時間にちょびちょび読むので、全然一冊2ヶ月かけたりすることもあるし、まちまち。あー、そうですね、紙がいいですね。まあどっちでもいいんですけど、紙も持ちたい。ウェットティッシュと汗拭きシート、ボロボロなんでちょっとこんぐらい引いとこう意味ないか、今のカメラはすごいのか、隠しとこうあと消毒も持ってます、シュッシュ。あとは耳ポーチですね、まあ、リップ入れたり、ちょっと色つけたい時のだったり、目薬、これは必ず持ってるし、あ、ちゃんとしてるいつの日かの私がちゃんとしてました。あとはお薬系ですね、大谷さんとか恥ずかしいけど、あとはアメちゃんとか、これは毎日持ち歩いてますね。あともうイヤホンですね。普段はあんま決まりはなく、適当になんかちょっとハマってる曲とかを1個かけて、あとはなんかシャッフルじゃないですけど、適当に機械が流してくれるやつを流したりしてます。で、もう最後です。最後はヘアゴム、これは確か沖縄かなとかのなんか雑貨屋さんで買いました。以上です。ベスト3ないと困るってことですよね、多分。困るのはもうダントツ、ダントツモアリップです。ないと本当に困る。あ、持ってます。カバンには2本入れてて、もちろんお家にもストックがたくさんあります。これは一回生産中止になったことがあってもうその時は本当に困りました。いっぱい探したんですけど、やっぱこれが良くて、いろんなメイクさんに心配されました。モアリップ大丈夫販売開始した時は開始したっていうなんか画面のスクショを送ってくれたメイクさんもいておめでとうって言ってくれました。
これはダントツです。2位は目薬です。こっちはこう例えば撮影の時とかにポケットがなくてもどうにかして持ってく。こっちはできるだけ持ってたいって感じですね。3位はうわ迷う。これかこれですね。どっちか。いやこっちか。いやこっちかな。いや。いやこっちはマネージャーさんが持ってるから余ったれてますけど、言えば貸してもらえる絶対。でもこっちはやっぱイヤホンはさすがに人に借りるのはちょっと申し訳ないので、自分のじゃなきゃいけないし、ちょっと短い時間でも聞いたらちょっとリフレッシュできたりするので、こっちかな。多分グループでやってた時期の、まあ、ちょっと大人になってからなので20歳前後ぐらいが一番なんか頑張ってた気がしますね。その時はもうちょっと気にしいだった、まあ、やっぱグループにいて周りがみんな可愛くてそれぞれの可愛さがちゃんとあったから、自分もなんか、まあ、可愛くいなきゃいけないなとか、肌は綺麗でいなきゃいけないよなとか気になっちゃって、まあ、毎日メンバーと会うのでもちろんいい刺激になって頑張っていろいろ、それこそホットペッパーでじゃあこのエステ探して行ってみようとか、この小顔マッサージ行ってみようとかめっちゃ頑張ってやってたし、お洋服もすごい気にして、まずメンバーにおしゃれと思われたいなとか多分そういう感じでしたけど、まあ、今はだいぶ力も抜けてもう一人ですし、褒めてもらえたらそれは嬉しいですけど、あんまおしゃれだねって言ってもらいたいわけでもないし、まあ、楽に生きれるのが一番いいかなって思ってるので、そんなに無理はしてないですね。難しい。まあでも自分のためにやってても限界あるし、人のためにやってても限界があるので、まあでも当時その頑張ってた時代はちょっと自己満なところはあったかなとは思います。やっぱ綺麗だと思われたい、可愛いと思われたいっていう欲はあったけど、でも肩の力抜いてる今の方が逆に何かの良さが出てる部分もあるとは思うので、まあ結果自分に返ってくるのかなとは思います。いやでも本当今の時代はちょっと調べたらいっぱい出てくるじゃないですか、情報が。みんなこんなことしてるんだってびっくりするし、もう私こそいろんな SNS とかで見てくださってるであろう人たちの知識に助けられているので、憧れてくれるのは嬉しいですけど、あまり参考にせず頑張れてる方が偉いとは思うので、まあただ私みたいに結構気楽に考えて動いてても、まあ生きてはいけるよっていう感じですかね。あまり根を詰めすぎずに、美容美にとらわれすぎずに、皆さんが平和に生きてくれたらそれでいいです私のルックバックマイビューティーいかがでしたでしょうか。とにかく健康に生きてくださいバイバー , 笑っちゃったホットペッパービューティー。